ホタルイオンに実話を知れます。この先濡れることがありますので、お気をつけください。ワンコインでこの量すごくないですか？うまっ、濃厚な、でも全テロップではないよね。私は基本テロップで時々喋る感じにしてます。そこは無心に期待値懐かしい匂いがする。もうちょい お値下げ品がいいな。
まあでも不可能ではないなって、1000人はひたすら頑張れば、パンで、あ、なるほど、中は普通のかまぼこなのか、中にひき肉が入ってる、というわけでですね、小樽 Vlog いかがだったでしょうか。写真とともに振り返っていきたいなと思っております。はい、ではまず1枚目、猫ちゃんです。街中を歩いていました。で、呼んだらですね、来まして、なんと触れてしまいました。達者でな。はい、ナルトですね。いや、ちょっとしょっぱい加減がね、ご飯とベストマッチ。まあ、一回食べてみてください。かなりボリュームありますけども美味しいです。そして、今回は撮影で行ったのですが、いや、観光いいね。まあ、今年はもう無理だけど、来年は観光 Vlog 動画っていうのもね、やってみたいなと思います。はい、こちら、期待値ガラスで買ったグラスです。監督最近ですね、ウォーターサーバーを契約しまして、こちらの水飲んでおります。釜へのかまぼこ、美味しい。工場見学は時間の都合上見えなかったのですが、美味しいかまぼこ買いました。いや、最高。このチーズも最高でした。はい、そして、ニークラ屋のごま団子。はい、そしてこちらがですね、お持ち帰り用に買った塩豆大福。いやー、見て、絶対美味しいでしょ。その通りです。はい、というわけでですね、今回は小樽 Vlog を撮ってきました。 MV 収録を兼ねてというわけでですね、まあ、観光もね、楽しんじゃいました。今回はですね、特に企画台本を書かずにですね、撮っちゃえみたいな感じでやったんですけども、来年以降はですね、がっつりね、なんかテーマを決めて旅行 Vlog も撮っていきたいなと思っております。まあ、あと序盤に出ていましたアニメ X、 アニメ、そう、聖地巡礼行きたいよね。北海道にあるのかっていう話なんですけども、まあ、ちょっとそこも含めてね、旅行に最適な DJI ポケットとともに、いろんな街を、いろんなところに、行っていきたいなと思っております。はい、あとですね、お気づきの方いるかと思うんですけども、動画のテンションと自分の部屋でね、収録するテンションの違い、何なんでしょうね。ここもね、監督ラボのこの収録と同じぐらいのテンションで動画を楽しく撮っていければなと思っておりますので、今後ぜひご期待ください。ではまた次の動画で会いましょう。